小玉中寺小玉中寺明治42年1月24日は、和歌山県の民権家、管理、衆議院議員、大日本水産会名誉会員。木の国長郡中山村生まれ、同窓に浜口五両、宇津宗光など、はじめ森田節祭について、漢学を学び、京藩の工事について、文学を収める。明治六年に慶応義塾に入学し、 卒業後に、大倉省記録局に出資。後に辞して、自由民権運動に参加。明治9年の窒素改正について、和歌山県令、上山区二喜に提出した、憲白書を発端にして、小川騒動の端緒となる。明治10年、陸津宗光の協力により、小川に、風毛学校を設立し、翌年に自由民権の結社、実学者、木国同友会を率いる。 高能層の指導者的な存在となっていき、明治12年の第1回和歌山県会議員選挙に当選以来、長郡町、県会議長を歴任。明治19年に和歌山日々新聞を創刊し主催。その他、紀州徳川家の援助を得て、紀和鉄道の鉄道敷設に尽力しのち、監査役。第1回衆議院議員総選挙に和歌山県第2区から出馬し、 初代衆議院議員に当選し、次の第二回総選挙で再選。1900年12月、和歌山県第一区選出の浜口吉江門の辞職に伴う補欠選挙で当選し、衆議院議員を通算3期務めた。自由党を経て、立憲政友会に所属し、キーコートも会幹事長となる。他、大日本水産会名誉会員などを歴任した、原高志の秘書官。 衆議院議員を務めた小玉良太郎は長男。ありがとうございます。